ストックホルム視聴者地図青の間でのノーベル賞、晩餐会ストックホルム視聴者は、スウェーデンの首都ストックホルムの視聴者である。ノーベル賞の記念晩餐会が行われる場所であり、ナショナルロマンティシズム建築の傑作としても知られる。建築カラグナルエストベリの設計により、1909から1923年にかけて建設された。メーラレンコに面した立地で、 ベネツィアのデュカーレ宮殿を意識し、さらにヨーロッパ各地の名建築からインスピレーションを受けた、折衷的なデザインである。機能主義的なモダニズム建築とは一線を画した20世紀建築の傑作として評価が高い。ノーベル賞の晩餐会が行われる青の間、パーティーが行われる黄金の間が有名である。1920年代のイギリス建築に、 大きな影響を与えたと言われる。日本では、早稲田大学の今井賢治が、いち早く紹介し、同大学、大熊行堂のデザインに影響を与えたとも言われる。黄金の間金箔を張ったモザイクで壁面が、覆われた大広間である。正面に、メーラレンコの女王と呼ばれる女神像が新大陸とアジア大陸の間に立っている壁画がある。完成当初は、 女王の性別がわからないと不評であった。床に青灰色の石畳が敷き詰められている広間である。大階段は幅広で、高さは低い。これは女性がイブニングドレスで降りる時に美しく見えるように設計されたものである。向かいの赤レンガの壁面には視線をやるべきガイドとして星のレリーフがある。ありがとうございます。